偽薬偽薬は、本物の薬のように見える外見をしているが、薬として効く成分は入っていない、偽物の薬のことである。成分として、少量では人に対してほとんど薬理的影響のない、ドウ糖や乳が使われることが多い。プラシーボ、エーオン、ベーオン、プラセボ、ともいい、いずれもプラケーボを、私は喜ばせるの意に,に由来する。医学、薬学では、 プラセボを用いることが多い。プラセボは、講義には、薬以外にも、本物の治療のように見せて、実質上の治療の基準が含まれないあらゆる治療手段を指すため、厳密にはより広い意味の言葉である。プラセボ手術、プラセボサージェリーが行われることすらある。偽薬は、偽薬効果、プラセボ効果を期待して処方されることもあるが、 本物の薬の治療効果を実験的に明らかにするため、比較対象試験、対象実験で利用されることが多い、その代表として二重盲検法がある。不眠などの不定重症を訴える患者に対し、睡眠薬を継続して処方することが危険と判断される場合、ビタミン剤を睡眠薬と偽って処方することがあるが、風はこのようなことを行わないよう勧告している。 疑薬を処方することに対する倫理的な批判もあるため、現在の知見における比較対象試験では、通常、類似薬効薬が用いられる。疑薬効果、プラシーボ効果、プラセボエフェクト、プラセボ効果とは、疑薬を処方しても、薬だと信じ込むことによって何らかの改善が見られる、ことを言う。この改善は、自覚症状にとどまらず、 客観的に測定可能な状態の改善として現れることもある。減病やその症状自体の改善というよりは薬を飲んでいることによる精神的な安心感の方が目的となこともあり、このような単なる安楽は通常疑薬効果には含まれないが、その区別が難しいこともある。1955年にが研究報告をして広く知られるようになった。近年、 全息患者を対象にした研究で、偽薬や偽の針治療などをしても何ら病状、最大呼吸硫速は改善されないが、主観的な呼吸区は、西洋医学的な吸入薬、アルブテロールと同等の改善が見られた、無論、それは良くなった、気がするだけであって、病気自体は何ら改善してはいない。これにより、偽薬だけでなく、無介入群を設定することの必要性も、提唱されている。 疑薬効果が存在する可能性は広く知られている。特に痛みあげり、不眠などの症状に対しては疑薬にもかなりの効果があるとも言われており、治療法のない患者や副作用などの問題のある患者に対して安息をもたらすために本人や家族の同意を前提として時に処方されることがある。医師法にも暗示的効果を期待し処方箋を発行することが その暗示的効果の妨げになる場合に、処方箋を交付する義務がないことが規定されている。一方で、偽薬に一定の効果があるかどうかについては、疑問視する意見も常にある。2001年に、ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに掲載された、ロブジャートソンらの論文は、治療手段としての偽薬の効果が限られていると、主張し、反響を呼んだ。この論文で、 著者らは過去に行われた偽薬と無治療との比較試験100編以上の論文をレビューして痛みの症状は偽薬によって若干改善されるがそれ以外では偽薬が自覚症状や多角症状を改善する証拠はなかったと述べている偽薬効果は客観的にも優位な改善が見られ積極的に用いて良い治療法である客観的な改善はなくても自覚的 精神的な安息が得られるから認められるべきである。という肯定的な意見がある一方で、疑惑には、一切症状を改善する効果はない。いずれにせよ、いかなる場合も、倫理的に認められない治療法であるなど、様々な意見が対立している。2006年現在、少なくとも、標準的な治療法とはなり得ていない状況と言える。デンマークで行われたある調査では、臨床医のうち、 30%が偽薬効果による客観的な症状の改善を信じており、86%が最低一度偽薬を使ったことがあり、46%が倫理的に偽薬の使用を認めると考えてた。薬の臨床試験における偽薬の役割は非常に重要である。薬を飲んで治療効果があったとしても、それが偽薬効果によるものなのか 本当の薬理作用によるものなのかを区別する必要がある。治療効果を調べる際には、被験者の同意のもと、できるだけ疑悪を用いた比較実験を行うことが、学問上の研究の信頼性を得るためには必要とされている。特に偽薬によって望まない副作用、有害作用が現れることを、反疑悪効果、脳脂肪効果、脳脂肪エフェクト、 のせぼ効果という、副作用があると信じ込むことによって、その副作用がより強く出現するのではないかと言われている。また一方、薬剤投与を継続していても被験者が投与されていないまたは、この薬は効かないと思い込むことによって、薬剤の効果がなくなるケースを、のせぼ効果と呼ぶこともある。根拠に基づく医療の考え方に根ざし、新薬や、 治療法の効果を検討するために二重盲検法による評価が行われる。その際、患者は薬剤を投与されるグループと偽薬を投与されるグループにランダムに分けられる。この時偽薬とは単なる薬剤を投与されているという心理効果のバイアスのみを検討するためでなく、治療中の偶然の治癒や生活習慣、他の治療法の影響といった 未知の要素による変化も考慮して投与される。未成量の業者などは、自分たちの薬や手術が確実性の高いものであると、信じ込ませるために、偽薬効果を単なる心理的効果と捉え、効果を絶対に信じない人や認知できない動物、幼児などにも効果があったため、これは偽薬効果ではないといったロジックを用いることがある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。